テレポビズ。 G7 広島サミット主要7カ国首脳会議が今日開幕しました。ウクライナ情勢も主要なテーマの一つとなる中、複数の欧米メディアはウクライナのゼレンスキー大統領が来日し、サミットに対面で出席すると報じました。議長を務める岸田総理大臣は平和記念公園で裕子夫人と G7 の各国首脳を迎え入れ、サミットは開幕しました。このあと各首脳は原爆資料館を視察し、岸田総理自身が資料館の中を案内しました。岸田総理は各首脳に被爆の実相を知ってもらうため、資料館の視察には強いこだわりを持っていました。原爆資料館には2016年に当時のオバマ大統領が訪れていますが、犠牲者の遺品などが展示されている本館には入らず、資料館の入り口がある東館でおよそ10分程度の滞在にとどまりました。今回はそれを超える滞在時間になったとみられます。核兵器を保有するアメリカ、イギリス、フランスの3カ国を含む G7 首脳が原爆資料館に揃って訪れるのは史上初めてです。特に広島に原爆を投下したアメリカのバイデン大統領の訪問には高いハードルがあり、総理周辺は各首脳が資料館にどの程度滞在し、資料館のどこまで入るか当日朝まで調整が続くとも話していました。世界が直面するさまざまな課題について、G7 らしい率直かつ戦略的な議論を行いたいと思っています。サミット初日はインド太平洋地域の安全保障環境や核軍縮・核不拡散について意見交換します。初日に核軍縮の議論を行う理由について総理周辺は、明日以降 G7 以外の招待国が集まる前にメインテーマである核軍縮について G7 で議論を進めたかったと話していて、今日核軍縮に関する成果文書もまとめる見通しです。このほか G7 の中で対応が分かれているチャット GPT などの生成 AI の活用についても議論する予定で、岸田総理は G7 議長国として共通理解や国際的なルール作りをリードしたいと述べています。ゼレンスキー大統領が来日し、21日に対面でサミットに出席することになれば、 G7 首脳はウクライナ侵攻を進めるロシアや覇権主義的な動きを強める中国への対応など、現実的な国際課題への議論が本格化することになりそうです。